この5つを手放し始めると奇跡が起こります。はい、こんにちは。捨て活で人生肯定のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで皆さん見て、ビクトリアちゃんがなんと花を咲き始めました。ちょっとみんなに映そうかな。やっとね、花をね、咲かせ始めたということで、もう私もめっちゃ嬉しいんですよね。昨日奄美大島から帰ってきて、まだね、咲いてなかったのね。これ部屋の中寒かったからかなとちょっとね思うんですけど、でこう暖房とか入れ出したら急に花咲き始めたから、よかった、花咲くのに間に合いましたということで、めっちゃ嬉しいですということで、今日のお題は何かと言いますと、このね5つをね手放すと皆さんどんどん人生激変しますよというお話をしていこうと思うんですよね。なんでこのね物を手放すか、なんでこのミニマリストになりたいかっていうのね、理由があるわけなんですよ。ですよね。理由もなしに物を手放そうとかミニマリストになりたいとかっていうふうには思わないんですよね。物を手放すとかミニマリストになっていくということで、自分の人生が軽やかになっていくんだと、そうやって自由になっていくというのを聞いたんじゃないかなと思うんですよね。で私もそういうのたくさん聞いてましたし、で確かにそうやなって納得いくわけですよね。家の中にもごちゃ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 あるとね、もう頭の中がめちゃくちゃ忙しいわけですよね。そんな人生は嫌ということで、もっとすっきりした人生にしたいと、もっと軽やかな人生にしたいという方がこの私のチャンネルを見てらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で私もその軽やかに生きたいとか自由に生きたいっていううちの一人なんですよ。でそれをそのどうやってじゃあ自由に軽やかに生きるのかっていう手段の一つが、この物を手放していくっていうのをやると、こっちにさっとねこう生きやすくなるというのがね判明したわけなんですね。そもそもは物をたくさん持ちたいっていうのが本能なんですよ。それは仕方がない。でだけど本当に軽やかに生きるために、この手放していくという手段を使って、どんどんね人生を良くする、もう特にこの2024年を良くしたいということだと思うんですよね。なので今日の動画を見ていただきますと、ミニマリストになるにあたって、もうどんどん捨て活を進めるにあたって、この5つのものは絶対に捨てるべきというのをお話ししていこうと思いますので、捨て活をどんどん加速させたい方はもちろん2024年そして2025年以降もとにかく人生をどんどん好転して面白くさせたいと思ってる方は、ぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話しますので、ぜひ公式 LINE の友達になってください。公式 LINE ではお茶会、無料勉強会、そして YouTube では話せない内容をこっそりとお話していますので、ぜひ公式 LINE の友達になってください。はい、ということで、ミニマリストになるには欠かせない、もうこれ絶対に捨てますからっていう5つ、早速いきます。まず1つ目、何年も着ていない洋服ということです。これね、初心者の方と上級者の方でちょっとね言うこと変わってくるんですけど、見てらっしゃる方、初心者の方もたくさんいらっしゃると思うので、まあこれ何年も着てないというふうにあえて言わせていただいてるんですけれども、まあ本当は3年着てなかったらもう手放しましょう。いやもう3年も着てないってことはもう着なくていいじゃないですかってことですよね。でこのものを手放していく、捨て活を加速させる、ミニマリストになっていくっていう時には、やっぱり何年も着ない洋服ってもういらないわけですよね。もう絶対に手放すべきなんですよね。でこれが上級者になってくると、もうそれこそ1年着てなかったらもう手放す対象なんですよ。1年みたいな、去年来てもう今年捨てるんですかみたいなね、そんな感じなんですよ。でこれにも理由があって、なんで手放してほしいかっていうと、私たちがどんどん人生を変えていくということは、去年より今年、今年より来年のご自身がどんどんこう良くなっていくってことですよね。そしたら来年のご自身は今年着てる洋服は似合わなくなってる可能性があるんですよ。どんどん進化成長して、もうどんどん素敵になるんですよね。そうしたら今年いいと思ってたのが、もう来年にはこれこんなん着てた私みたいななってくるということなんですね。結局手放していくことになるんですね。なのでもう今から手放しちゃいっていうのが私の、持論っていうか、エツコ理論みたいな感じなんですよね。1年前のお洋服であっても、もう今のご自身、どんどん進化成長されてるご自身には合わなくなってくるということなので、1年前の洋服でも手放す。で初心者の方は、そんな行ったり無理っていう方も多いと思うので、それであれば3年間着ていないものはぜひ手放していきましょう。そして手放してほしいもの2つ目、試供品
ないですか、皆様のお家にね、化粧品だったりシャンプーリンスだったりとか、あとはまあ洗剤だったりとか、なんかいろんな試供品ってありますよね。あとはなんか泊まりに行った時にもらってくるなんか景品みたいなとかね、歯ブラシとかクシとかなんかこういうのこういうので、あっちゃダメってことじゃなくって、使ってるんであればもちろん OK ってことですよね。うん、いや私このクシね、なんかね使い勝手いいか使ってるんですとか、全然いいじゃないですか。で試供品に関しても別に使うんだったらいいんですよ。だけどこの試供品がね、いやもうこれなんかね旅行行く時のために置いとこうとか言って置いとくわけですよね。ほんで実際に旅行行こうと思うと忘れてるってことないですか皆さん。あ、なんかこんなんあったっけみたいな、なんかの引き出し上げたら、うわこんなとこであったわとかね、こういうやつ、うん、これいらないでしょってことで、なんか使わないからね、結局忘れてるわけやから、うん、じゃあ試供品もらったんやったらもう今日使ってしまう、これはいいわけですよ、うん、ほんでまたねそれがいいと思ったら実際にね買いに行ってもいいと思いますし、だけどいやこれはもう旅行の時のために取っとくんやっていう、これだからどうせ使わないということで、もうこれはもう即手放す対象ということでね、このミニマリストになりたいとかね、ステッカーどんどん、ね、加速させて人生良くしたいと思ってる方は、試供品家の中にたくさんありませんか。その試供品どうせ使わないんで手放していきましょう。そして3つ目、収納家具、そして容器ということです。物を手放していくにあたってすごい大事なのが、このそもそもの入れる容器とか家具自体を手放していきたいんですよ。この入れる容器があると、私たち人間の心理でこれ入れたくなってくるんですね。容器自体がなくなれば、そこに入れるものも別にいいかっていうことで気にならないんですよね。なるべくほんで減らしていこう減らしていこうというふうに自分の意識がねどんどんそっちに働くので、まずこの容器を見直すというか、もう手放していく対象にね入れていってほしいんですよ。でまた大型家具もそうですし、なんかちっちゃいねこういうクリアケースとかいろんな容器あるじゃないですか。それそれそれ、うん、なんかそれこそ本入れる容器とかないですか。なんていうの、こうなんかブック立てみたいなやつね、うん、それもいらないということなので、もうそれを手放すんだって決めると、中身の例えばその本だったりとか書類だったりとか、なんかそのね靴下とか何でもいいですよ、そういうものがこんないるかってなってくるんですよ。そして捨て活がどんどん進むということになりますので、家の中にある収納家具や容器、これをぜひね見直して手放していきましょう。そして4つ目、大量のストック用品ということですね。ストックもいっぱいない？皆さん、うん、なんかこうミニマリストの方とかね、こう想像してもらったら分かると思うんですけど、あんまりストック多くないですよね。今いるものだけとか、せめてあっても1個だけみたいな感じなんですよ。だけどなんかね本能はね、もう何かあった時のためにね怖いから、でも業さんでストック買っとこうとかって思うんですけど、そのストックが逆にもうなんか邪魔して頭ごちゃごちゃするみたいな感じになってるんですね、うん、だからこの大量にあるストックはもうとにかく手放すということです。これはもうね食料品も同じですよ。もう大量の缶詰とかね、大量の水とかね、いやそれはね、まあ、不安なの分かりますし、別にそれがダメってことじゃないんですけど、異様にあるんであれば、なんでそんな業者持ってんのやろってね、ここに着目したいんですよね。何を恐れているんだってことなんですよ。ご自身の中に恐怖だったりとか不安だったりとかが充満してるっていうのが結局物として現れてるんですよね。ちなみに私の家には何の食料品のストックもないんですね。で別にこれを真似しろってことじゃないんですけれども、自分の中にそういうものが要は少ないんですよね。ゼロとは言わないんですけど、少ないんだと思うんですね。自分自身がこんなに大量に持っているのは何なんだろうかっていうのを見直すいいチャンスでもあると思います、うん、そしてそんな大量のストックなくても絶対に大丈夫なので、食料品だったりそれこそシャンプーリンス洗剤だったりいろんなものありますよね。そのストック家にどれぐらいあるか一度見てみてください。そしてこれは持ちすぎやろと思ったら、とにかく使うというのをぜひやっていってストックを減らしていきましょう。そして手放してほしいもの5つ目、いつ使うか不明なもの、はい、まあ、なんかちょっと抽象的な言い方なんですけれども、なんかそういうものないですか皆さんの家に。例えば全然聞いてない CD とか、全然見てない DVD とかないですか。私昔ね持ってたんですよ。全然聞いてないけど、なぜか買ったから持ってる CD ってたくさんあったんですよね。で聞いてるのかって全然聞いてないんですよね。 DVD も一緒、一時期ハマって見てたけど最近全然見てないなってやつね。
もうこれも私全部手放したんですよ、うん、でも今これってネットフリックスだったりとかもう音楽でもね、もう YouTube とかもいくらでもこう聴けるツールってあるじゃないですか。だからもうそれで全然 OK ということなんですね、うん、だからなんかいつか使うかな、だけどいつみたいなものですよね。まあこれは今 CD、DVD だけに限らず、皆さんがねこれ話聞いてて、ああそれあれやなと思った、それそれそれです。だから結局この未来の不安を感じてしまうっていうのは仕方がないんですけれども、もうどうせこのしばらく使ってないやったら、もうこのね数ヶ月先、1年先、2年先もね使わないんですよ。要は使わなくても生きていけるって言ったらいいかな、うん、全然大丈夫。私たち進化成長しているので、趣味とか好きなものって変わっていってるんですよ。そして変わっていっていいんですね。だから昔やってた趣味のものなかなか捨てられないです。まだいつかやるかもって思う方たくさんいらっしゃるんですけど、その時に買ってって感じなんですね。いやもったいないかもしれんけど、それを見るたびにね、あーこれなんかいつかやらな、あーこれいつかやらなって思い出すんですよ、脳が。そこに脳の許容量を取られるのが私はもったいないと思ってるんですね。一度手放してみるんですよ。昔は昔でよかった、ハマった趣味 OK で、また次ハマるかもしれない OK、 その時にまた考えましょうってことなんです、うん、これをねこれずっと、ね、ここにねなんか執着してくるんですよ。あーまたやらな、あーまたやらなみたいな、それがもったいないということで、皆さんの貴重な時間、一番大事なのは時間なので、この時間を奪うもの、いつか使うかもしれないというこのものはとにかく手放して軽やかな人生にしていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。また感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE の友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、この5つを手放し始めると不思議なことが起こります。ということで、まずは1つ目、着てない洋服、2つ目試供品、3つ目収納家具や容器、4つ目大量のストック、そして5つ目はいつ使うかわからないものということになります。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you。